ああ、そうだそうだ。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、大地です。今日はですね、僕の劇団がありまして、劇団スジャク、その公演が決まりまして、その公演のポスターとかチラシとか、まあ、メインビジュアルの撮影を今日行っていきます。なんで今日は1日撮影です。ちょっと特殊な撮影なので、ぜひ覗いていってみてください。今日ちょっと特殊なメイクをしてるんですけども、その特殊な、メイクアートをしてくれる森さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回初めてなんです、森さんやってもらうの。そうなんですか。そう、初めまして。あのナチュラルなメイクももちろんされるんですけども、結構アーティスティックな、ちょっとアート的なね、結構変わったメイクを普段結構 、はい、やってて、結構素晴らしい作品の数々があるんですけども、今回はなんか僕のちょっとビジュアルがナチュラルではなくて、ちょっと特殊なあのやつなので、森さんにお願いをしました。そうで、はい、ヘアスタイリストという。あ、そうです、ヘアスタイリスト。ヘアスタイリストさん、よろしくお願いします。ヤオくんはいつもやってくれてるスタイリストです。よろしくお願いします。さあ今回は着物と洋服を合わさったようなというか、融合したような、そんなざっくりとしたテーマでヤオくんにお願いして用意してもらいました。また舞台衣装とは別って感じですか？別です。まあでも舞台も本当に着物も着るし、洋服っぽい、すごい混ざってるんですよ、ね、だからまあそれをビジュアル撮影でもその感じを出せたらいいなと思って。帯これが良かったですか？基本的にね、金系なら割となんか黒とか混じっちゃうと、こっち自体が黒ベースなんで。そうですよね、こっちよかった。これね、あんまり、はいはいはい、あんまかっこよくない帯なんですよ。はいはいはい。どういうのあります？なんか金っぽくない、効かないですよ、なんかこの帯が、帯自体がちょっとなんかすごい、はいはいはい、下町の。あ、そうなんですね。下町感じだからちょっときらびやかな方がいいかも。でもめっちゃ混ぜちゃうとか。あ、それも全然全然。こういうのも折っちゃえば別に細くなるし。今回のメインビジュアルのテーマは、まあ劇団スジャクの公演自体が結構久しぶりになるので、新たにこう芽吹いていく感じというか、こうまた血が宿っていく感じにできればいいなと思って、まあスジャク自体が、劇団自体がやっぱ大衆演劇から始まっていて、今までつながっていて、やっぱりこう、なんだろう、僕の劇団を公演をやっていくあれでもものすごい大事なテーマであるんですけど、やっぱり昔ながらのちゃんと伝統的なところだったり文化だったりとか、昔からある良さをしっかりとこう土台に残しつつも、ちゃんと今の時代にブラッシュアップしていくというか、自分たちの感覚とか今あるカルチャーであったりとかっていうのを混ぜ合わせていくという、なんかそういったところで、じゃあそれをどういう風に表現今回するかっていうと、なんかこうやっぱ血が巡っていくというか、こう芽吹いていくというか、こうまた新たにこうスジャクのなんか炎がまた火を燃やしていくようなイメージで、火の鳥でいうと、なんだろう、こう人間の血のような、炎が血で、人間でいうとこう血管に血がまたこう巡っていくような感じで、それでやっぱ赤をなんか軸に置いて、歌舞伎のあの熊取りとか、赤いこうバーってやるやつがあるんですけど、あれも血管を表現してたりするんですよね。前回はね、こう割と全員がメインのビジュアルで祭りが始まるみたいな、ちょっとお祭り感強めなやつだったんですけども、なんか今回はもっと現代の要素も取り入れたものにしたいなっていうので、 3DCG っていう技法を取り入れてその世界を表現しようっていうので、なんで結構新しい試みがね、
多いんですよ。なんかお客さんが見た時に、あ、なんかこういう世界観に遊びに行ってみたいなみたいなとか、なんかこうどちらかというとこう世界観を表現するっていう、あの方に今回はベクトルを向けたんで、なんで人をいっぱい出すっていうより、どっちかというとその世界観をみんなで一緒に作ってもらうっていう風になりましたね。本当ですか？何の撮影ですかこれ？やだ。やめてもらっていいですか？やだ。どうですか？結構打ち合わせしたんですよ。ガチですか？だいぶ、あ、交渉交渉みたいな結構多いんですか？そう。今回にかけてはほんまさっきも言った通り、ツジャクって今まで僕が携わっているの2回で、2回ともこういう作業を1人でずっとやったんで、まあちょっと年齢的にも限界あるなと思って。いやいや、ダメダメです。今回は皆さんにいろいろ意見いただいて、あ、でもない、こうでもないっていう話をさせてもらって、もうやばい、やばいって感じですね。もういい感じですね。いい感じの、もうイメージ通りってですか。イメージを超えてきてますね。3DCG デザインの健也くんです。急に何をするのかなって急に来たこのタイミングこのタイミングでそもそもあれなんですね、変えていいものなんですね。普通のロゴって変えないじゃないですか、そのずっとこの文字みたいなのが、なんかそう講演の内容自体もそうなんですけど、もちろん残しつつもやっぱり常に 何かに挑戦したり試してみたりっていうのは、舞台の内容もそうだし、それを表現するビジュアルもそうの方がいいんじゃないかなっていうのと、あと僕が飽き性って言ってその目をしてないで